皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のしっかり稼げる教室集客のバイブルのテーマはリスクヘッジ集客編についてお話をしたいと思います。先日対人編をお伝えしたんですけど、今度は集客編です。集客編のリスクヘッジどう考えるかっていうと、私の場合はですね、特に SNS を中心としたウェブマーケティングでの、集客が得意なんですけれども、インターネット集客、それが、インターネットもそうだしアナログもそうなんですけれども、集客手段は本当に山ほどあっていろんな手段があります。だけれども、何か得意なものとか軸を作るのは構わないんですけれども、なるべく集客の手段も分散しておく方が、何かあった時とかに一個その手段が減るだけくらいな、ニュアンスになるからいいなっていうふうに思ってるんですね。で、特に私が集客上提唱しているのが、集客の自動化っていうことは根底にどうしてもあって、自動化っていうのは例えばホームページを軸にした場合で言うと、ホームページそのものが勝手に集客をしてくれるっていう、ここをやっぱり中心に私は考えているんですね。少しちょっと難しめな、教室の先生とかねあまり馴染みがない部分で言うと SEO と言われるサーチエンジンオプティマイゼーション、検索エンジン対策最適化っていう、誰かが検索をしたらたどり着くように動線設計をして、そういう仕組みをもっともっとホームページに作っておいて、でそれで人がそこに来るように呼ぶみたいな、これすごいね奥深くて、自分でできるようなやり方、ロングテール SEO とかっていうね、今日はちょっと割愛しますけれども、ブログとかを地道に更新してたくさんのページを、人気のあるページをホームページの中に抱えて、それがきっかけで人が来てもらうように集客するっていう地味な集客方法あるんですけどね。ただこの集客方法っていうのは、そのページ数がたまればたまるほど毎年楽になっていく集客方法なんで、最初しんどいんですよ。全然成果が出ないし面白くないから。だけれども、それを諦めずにやっぱりコツコツやり続けると、後で成果と効果は出てくる。早くて1年かな、半年から1年はかかりますよね。ちゃんと構築したとしても2年目3年目ぐらいになってようやっと楽ちんになる。自動化ができるようになると寝てても当然ですけど、予約は入ってきますので、 SNS でガンガン頑張って宣伝とかしなくても普通に探されて普通に予約が入るっていう状況を作ることはできます。その、制約しやすいホームページっていう、どうやって作るのっていう話はとりあえず今日は割愛しますけどね。リスクヘッジの話だから。で、例えば私が目指してたのはホームページの自動集客でだいたい5割ぐらいで、あと他の SNS を使って、残りの半分ぐらいを保管できるといいなと思ってたんです。例えばそれが Facebook、 アメブロ、 YouTube とかね、あとメルマガ系でいうと今だと LINE アットとか普通のメルマガとか、Instagram とかもありますかね。その帯は自分のこう得意と、あと自分のお客様の属性がどの媒体に多くいるのかによってちょっとね振れ幅が違うんですけど、昔はアメブロからも結構集客できてましたね。Facebook とかも今私も集客してますし、集客っていう実際の効果ではなく、ブランディングとか認知っていう意味では、綺麗な写真を載せてますので、 Instagram とかもフォロワーは勝手に増えてってますけれども、いくつかそういう流入経路をたくさん持っているとですね、何か一本なくなってもすぐには死なないっていう感じです。別に私は否定するつもりはないですけれども、例えば Facebook 集客って言って本当に Facebook だけとかっていうと、例えば Facebook の方で何かアカウント停止になったとか、もう一度お友達集め直せばいいのかもしれないですけれども、何かリスクがあった時にね、全てそれで終わってしまうと大変ですよね。
だから業務をなるべく滞りなく止めないようにするためには何個か集客手段を持っていて、やっぱ自社ホームページはそこで一番多くガッと集客できるっていうのがやっぱり理想だと思うんですよね。だからリスクヘッジっていう意味でも、集客方法も本来は分散するといいなというふうに思ってます。ただ分散するっていうことはそれなりに手間と労力がかかりますし、一本でガツってやる方が向いてる方はいると思います。なのである程度仕上げて次っていうことで幅を広げていくっていうやり方でもいいと思いますし、まあ、私もその時の旬なものっていうことで頑張ってやったりとかしてました。例えばそれが YouTube って言ったら YouTube を1000とか1500とか2000、3000って作っていってるわけですから、その時の旬なものはやってガッとやる必要がある時にはやった方がいいと思いますけど、全体的にはおしなべて、流入経路が多い方が当たり前ですけど集客は安定しますので、時間との兼ね合いで優先順位を決めてリスクヘッジを取りながら集客手段を上手に使っていくといいかなというふうに思いますので、ご参考に。それでは。